今年は1月10日が成人の日です。敦賀市では前日の9日にプラザ万象で成人式が行われ、敦賀の将来を担う新成人たちの門出を祝いました。今年成人を迎えたのは平成13年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた若者たちです。今年の敦賀市の新成人は男性326人、女性320人の合わせて646人です。皆さんが生まれた年、敦賀では敦賀警察署神宮前交番と敦賀消防署気比分署の完成や、中国浙江省の大衆市との姉妹都市提携調印などの出来事がありました。敦賀市の成人式は毎年新成人で作る企画運営委員が式の企画・構成を担当しており、昨年9月からインタビュー映像の撮影などの準備に取り組みました。また今回も昨年と同じくコロナ対策として大ホールと小ホールの2カ所に新成人たちが入り、式典が短縮して行われたほか、式の様子がインターネットで生中継されました。成人するということは社会における役割を果たし責任を負うということです。これからの人生の中で様々な出来事があるでしょうが、自分自身で考え決断していかなければなりません。一歩一歩目標を作ってそれをつなげていって素晴らしい人生を歩んでください。式では淵上市長と高木衆議院議員が新成人たちに激励の言葉を送りました。これに応えて新成人を代表して畠中さゆいさんが謝辞を述べました。私たちは成人式という一つの節目を迎え、こうして同じ時間を共有した仲間と再会できたことを大変嬉しく思っています。今日人生の門出の一つを迎えたという大きな感激と、一人の成人としての自覚と責任をいつまでも忘れることなく、自分の人生に誇りを持ってここにいる仲間と共に日々精進してまいります。このあと新成人へのインタビューや中学時代の恩師によるビデオレターが上映されました。新成人たちは懐かしい先生からのメッセージに笑顔を見せながら成人した喜びをかみしめていました。新成人おめでとうございます。あの新成人になったご感想などありました？いや全然実感ないですけど、はい、まあ、これから楽しみますわ、はい、仕事頑張りたいです。なんか大人になった気分で嬉しいです。でもやっぱ今コロナ禍なので、やっぱ元気にこう過ごして、なんかもっとコロナがなくなった環境で楽しく過ごしたいなと思っています。今社会人で2年目なんですけど、コロナ禍でどこにも遊びに行けてないんで、コロナ収まったら遊びに行きたいです。はい、皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。今どんなお気持ちですか？コロナで開催されんかなと思ってたんですけど、無事開催できたので嬉しいです。嬉しいですね。嬉しいです。久々に会いました皆さんと、めっちゃ嬉しいです。はい、あなたはどうですか？友達に久しぶりに会えるんで楽しみです。はい、私は来年から社会人なんで、社会人として精一杯生きていきたいと思います。素敵な女性になります。いい、はい、見た目も中身も美しい女性になります。イエーイ、ありがとうございました。